はい、車温泉チャンネルでございます。はい、さあ、念願叶いまして、ちょっとやってまいりました、はい、富田さんに。はい、もう寄った。はい、もうまさに今回ですね、ご協力いただきまして、はい、ちょっとトヨタの車もいろいろ見せていただこうかなと思います。いや、ちょっといいかな。はい、なんでしょうか。やりすぎじゃない、車温泉チャンネル。じゃあここ最近ちょっと信じられないぐらい車温泉チャンネル撮ってるんだけど、前はね1ヶ月に1回そうだよねやってましたけど、あの BS、まあ、BS 吉本で BS 吉本でやってるから、もうそうだよね、1ヶ月3回ぐらい撮ってる。びっくりしてるよ。びっくりするよ。俺も明日のスケジュール見たら、また明日も入ってる、車温泉チャンネル。マジで本当に昼なんですぐらいやってるよね。みんなもうこれだけに絞ったの仕事。いや、頑張れなきゃ。じゃあこれに絞れたんだったらそりゃ頑張らないと。ちょっと雇用が生まれちゃってるんだよ。そういうことだよね。そうです、そうです、そうなんです。すごいわ。よろしくお願いいたします。いいです。すごいラガーマンねえ。サッカーや。あ、サッカー。ポジションはゴールキーパー。ああ、すごいです。入れられません、こんな人が。無理です、無理です。点入りません。ありがとうございます。今回はよろしくお願いします。ちょっと早速ちょっと車を見せていただきたいなと思うんですけど、はい、うわっ、86ですよ。 86 です。86って言われてもやっぱり 8.6 秒バスが私は出てこないんですよ。ラッスンはしないんですよ。何ですか86って。まあ、ちょっと走るのが好きな人に向いてるこの車なんですけども。そうなんだ。イニシャル D 見たことありませんか。はい、漫画ね。はいはいはい、はい、まあ、あれが86の、はあ、まあ、なんかだいぶ古いタイプの車なんですけども、はあ、なるほど。あの AE86 と言いまして、あのパンダトレノ、はい、パンダトレノ、まあ、あのトレノっていう、はい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 、車種だったんですよ。なるほどなるほど、はい、うん、で、まあ、あの柄がパンダみたいな、あ、白黒、そうそうそう、だから、うん、まあ、パンダトレノみたいなこと言われてたんですけれども、うん、まあ、トレノって、まあ、まあ結構そういう走るのが好きな人にはもう伝説の車だったんですよ。はで、それが一回なくなって、うん、で今回新たにこの86として、ほう、もう最近また復刻じゃないけど、はい、復活したということで、これマニュアルですよね。これ、うん、あ、これオートマなんですね。あ、なるほど。そうなんですよ。いまだにこのマジで教習所通ってる時にああいう感じだった、はい、マジ教習所。あ、教習か。そう、あ、本当に。でもああいうのってあんまないじゃん、もう最近もうあんまないですね。久しぶりに見た、うん、そう、クラシック昔っぽい感じなんだ、まあ、ちょっとそういうコンセプトも入ってるんですか、これは。そうです。あー、はー、あ、いいですね。いやー、欲しいな、こういうの。へー、こういうの1台欲しいですよ、やっぱり。いや、もう、まあ、でもこれはこのままもうオートマない、ちょっとマニュアルチックなシフトになってますよ、これ。そうですね、うん、パドルシフトもついてるんで。あ、パドルもついてるんだ、はい、なるほど。あ、そこでも変えられる。ここでも変えられると。へえ、やっぱこれガチャガチャでやりたい人もいるんだ。な、もちろんね、これこの、そう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 、だここでこの自分でこのマニュアル操作できるから。はいはいはい、うん、あ、ツーシーターじゃないですね、これ。はい、一応4人乗り。はい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 、広いですね、意外と。意外と、うん、ね、そういう感じになります。はい、はい、どっちが紹介してくれてるすいません、すいません、全部詳しいやつ。いや、すいません、いや、そんな浅い知識ですね、全然まだまだ。これはこちらがボクシー。あ、ボクシーですね。おお、あ、大きいね。ボクシーかっこいいんですよ、これ。カクカクっとしてるね、このね、うん、このヘッドライトがね、すごいかっこいい。これスパッとしてね。確かに、なんかちょっとこう前面かっこいいね。かっこいいね、本当に。うわ、広っ。広いね。めっちゃ広いっすね。広っ。広っ。これ広いぜ、これ。確かに余裕、うわうわうわ余裕。うわ、あ、これも出てくるんだ。はい、こちらも。あ、ここね。わー、なるほど、いい。いいぜ、これ。やっぱ椅子としていいもんな。おー、これ、あ、こんなに後ろ下がるんですね。あ、もうそうですね。めちゃめちゃ伸ばせる。本当にめっちゃ伸ばせますよ、これ。第二の家として使えますね。言い過ぎてね。セカンド。
セカンド家にな、まあでもそれぐらいのくつろぎはできますよね。これサードシートも一応ついてるってことね、はい、だからなるほど、サードシートのここまで下がるってあんまないよ。だからだからこうちょっと前出して後ろ席出せば、そうそうそう、最大何人乗りなんですか？これは7人乗り。7人、はい、2233いけんの、456で456 いやマジでダブルプレー数字がいっぱい出てきた、変な数字332で、本当に242でフォーメーション、うん、いやでも私ゆったり、あここにも USB が出た、充電、あもう USB-C だ、あもうえそうなの、今こっちなの、もう今ね、もう C タイプが、もう C タイプですよ今、えそうなの、うん、困るんだよなこれ、そのまだこれこっち対応してないんだよ私、もう古いね、困んな、もっとでかいところにさせたいんです今もうこれ、今これよ、うん、トレンドはもう俺もこれにしてるから、逆にだからもうこれじゃないところがもう不便なの俺も、うわまだ、あそうそう、いやこっちの方がやっぱ充電とかのスピード速いから、あそうなんだ、データとか送るのも速いのよこっちの方、こっちの方がこっちの方がいいのよ、もう変えた方がいい、古い、古いよ、ほんとコンビニで充電器買うときあの先っぽのでかいやつのあそこにはめるのどっちかわかんないんだ、あれ A タイプダメです、もうトレンドこっち、こっちです、でこれあのあれあるでしょ、あ、方向間違えたとかあるでしょ、あるあるある、それないですかこれ、あ、どっちもいけんの、どっちもいけます、そうなの、そう、もう差し間違いないですからこれ、超便利です、超便利です、うわそう、うわそうか、もう今こっちなんだ、え、これなんですかこれ、リモコンあるね、これリモコンで、上からえ、あ、なるほど、はぁ、憧れ、こっからこれ何ですか、テレビ見られるとですか、テレビとか、あとは HDMI で携帯とか繋いでいただくと、はい、YouTube とか、あ見れる、はい、あそれもついてるんですね、はい、あ YouTube まで見れちゃうんですね、はい、サブスクは見れるんですか、もう見れます、はい、だからネットフリックスとかも見れます、あ見れる、おろ、いやいいよなこういう、いやそう、なんか送迎者というかさ、こう事務所とかで、うん、ちょっとこう、うん、大事にされてるタレントがこういうのって帰っていくじゃんそうね、現場から、うん、羨ましいなと思うの、いつも押し出し中のモデルとか、ね、とかがこれに乗って帰っていくんだよ、帰ってるのいいのよ、なんか俺らをギューギューのロケバスでさ補助席まで出してさ、めっちゃギューギューで帰ってるけどさ、現場でこれで帰ってく人いるんで、たまにね、運転席もめちゃめちゃスタイリッシュですね、はあ、モニターがあって、なんすかこれ、ナノイについてる、これはナノイ、ナノイ、これオプションですか、これもう標準で、標準で、はい、え空気清浄みたいなことですか、もう空気が綺麗な、空気出てくるんで、へえ、そんなもついてんの、車内の空気まですごい、うわすごい、俺らなんかもう愚痴ばっかりやってさ、車内がもうよどむよどむ、よどむ、もうもうすごく綺麗にしてほしいよ、空気を、 PM2.5 いっぱい出てくるからな、 2.5 トーンがもう止まらないんだよ、まあまあもう、あれはこれがオプションの、あ、なるほど、スピーカーで、へえ、かっこよ、楽しみたい人は、なるほど、音質よく、中継音もしっかり、運転席が広いですね、この、ま、前が、前が広い、おめちゃくちゃ広い、窓も、はいはいはい、はいはいはい、広い、前の比べてすごい、広い、ピラーが狭くなって、はいはいはい、視野がすごい見やすくなって、なるほど、はちょっと今回私も、まあ、こちらがちょっと本命と言います、え、はー、これ新型プリウスです、おー、はい、新型、新型です、そうなんだ、はい、もう世界で一番売れてる車なんじゃないですか、プリウスっていうのはもう世界で初めてこの量産型のハイブリッド車として販売されたんですよ、はいは、うん、そうなんだ、そう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 、はー、でも最近こうフルモデルチェンジして、うん、こう見た目がめちゃめちゃスタイリッシュになってる、そう、かっこよさだね、かっこいい、ちょっとよろしいですかこれ、はい、うわかっこいいね、かっこいい、運転席もめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい、これ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 、え、これこれです、このパネル、めっちゃおしゃれ、ちょっとほんとロボット感あるよね、コックピット感がすごいわ、未来感がすごいわ、
かっこいい。あ、ここにプリウスのロゴ入ってる、これ。おしゃれ。プリウスはロゴいっぱい入ってます。ロゴいっぱい。ロゴいっぱい。え、この中に？いつもより？外側にも。え？くるみパンみたいな。いっぱい入ってますね。ゴロゴロ。今回からこのここにこのフロントパネル、パネルがこの奥にガッと行って、うん、こうだからこのハンドルの上から見るっていう感じになってますね、これ。ハンドルの上から。普通ここから見る。うんうんうん。そう。でもこのグッとフロントパネルを奥にやって上からこう見て、このなんですか、こう目線をよりずらさないように運転できる。だから普通はこういう動作が出てくるじゃん。だからこのグッと奥にあることによってこのままこう視界に入ってくる。なるほどね。おお、すごいシートが。おお。これで今ついてる。今ついてます。静か。マジで静か。いやだからまあハイブリッドなんで、うん、まあ、最初はだからもう電気で動くんですよ。はい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 。で、ある程度スピード出たらそこからエンジン。なるほどね。っていうことで大丈夫ですか？大丈夫です。バッチリです。お仕事奪うな。全部説明してくれて。プリウスは PHEV ではないですよ。これは普通のハイブリッド。普通のハイブリッドですよね。はい、だからもうガソリンだけ。うん、はあ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 。で、充電は完成ブレーキで、ブレーキ踏むと同時にこう発電して、へえ、再生ブレーキで、はい、ほう、そんなのあるんですか。そうで、ブレーキで自動で充電してくれる。へえ。そうだから充電する必要はない。お前しゃべるだろ。トヨタの人が。すいません、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 すいません。変わったバッテリーで、はい、今度は走行でバッテリーだけのモーターがあるんで、そのモーターを回して運転することができるんです。はぁ、すごいね。いやすごい、すごい広く、広いです ね、 ね、ニュースとかも、ね、見れるの。ニュース見れる。共演 NG のネットニュース。共演 NG ネタ長田敦彦と共演 NG のネットニュース出てる。チョコプラ長田共演 NG のネットニュース出てないから切り取られてるこれ。まあ、エアコンはここら辺アナログで操作できるね。うん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 。あとはもうシートヒーターと、あ、シートヒーターもついてるんですか。はい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 。ああこれね、はいはいはい。その横がシートの、なるほど、逆に涼しく、あ、夏場は、あ、本当や、シートひんやり、はい、涼しいの出てきてる。それどういう仕組み、何その風が出てる。座って座って座ってみ、あ、出てきた。あ、出てきた。出てきたよ。出てきた、出てきた。涼しいの。涼しい。涼しい。これいいぜ、これ。いい、すごいな。だから寒い時は高いのが出るんだろ、うん、これリッターどれぐらい走るんですか、これ。リッターで28キロ。28も走るの。へぇ。1リッターよ。すごいね。燃費めちゃめちゃいいじゃん。カブよ。カブ。ぐらいの燃費。うん、ほら、もう全部言う。うわ、ほら、ま、全部 C じゃん。うわー、ね、本当だ。今もう本当にそうなんだ。あ、まあでっかいのないんだ。あ、これ非接触充電もできるんですか、これ。なんか。そうですね。シフトの隣の。え？ん？これ？あ、え？ここ？はい。携帯入れてみて。ここで？ワイヤレス。え？こう？あ、ほんまや。できた。ええー。ずれずに充電。はあ、なるほど。すげえ。え、これ iPhone だけなんですか、対応してるの？アンドロイドも対応。あ、アンドロイドもいけんだ。へえ。ステアリングも、いや、すごい握り心地いいですね、これ。柔らかい。めっちゃなんか、いい柔らかさ。へえ。うん。耳が、みたいな。合ってる？それ。わからんけど。あ、後ろはここで。後ろはそっちに。あ、ここで。あ、後ろも、いいですね、これ。あ、後ろも乗りやすい。普通に。これ今だからプリウス、そう、今こう横文字がトレンドだからね、このえマークより。あ、そうなの。そう、広いいね、たっぷり、たっぷり荷物いっぱい入りますね、これ、ゴルフバッグは2つ入ります。あ、本当ゴルフやりますか。いや、ゴルフやりこれが一番のメインでございますけども、はい、あ、はい、今日お借りするか、こちら、はい、新型クラウン。いやー、これかっこいい。
かっこいい。かっこいいね。めっちゃかっこいい。確かに。今年ですか、この去年でしたっけ？去年。去年。去年年末ぐらいですね。はい。に出た。そう、あのフルリニューアル、フルモデルチェンジしまして。あ、そうなんだ。はい。まあ、今までクラウンっていうと、まあ、ちょっとなんかジャパネット高田の喋り方だね。声の高さとか。あのですね、あのこれ今までのクラウンだから。本当にね、あの 40、50 代の年配の方がこう乗られてるイメージだったんですけども、もうデザイン一新しましたね。確かに、でもかっこいいね、これは。そう、だから結構若者の人にもこの刺さるデザインになってます、うん、え、この感じとかでもなかったってこと？いや、全然違う、もう全然違う。そう、そうなんだ。クロスオーバーですよ、これが。クロスオーバー、はい。まあ、あのセダンじゃないんですよ、ちょっとセダンというあの SUV の間みたいな感じで出て、実はこの新型クラウンで、はい、まあ、クラウンなんですけども、これクラウンで4車種展開されるっていう予定なんですよ。マジでこっちが言うから。そうですよね。全部知ってるから仕事がね、本当なくなってる。で、これがこのクラウン。そう、クラウンのマークもね、うん、変わって一新して。そうなの。前までこれじゃなかったんですか？もうちょっと変わったっていうところ。はいはい、はい。え？いや、ホイールも大きいですね、これ。21。21。うわー。ねえ。あ、静か。はい。上質。上質。え、何何？上質ですよ。あ、この開け閉め、ドアの開け閉めも。ちょっと開けてみ、もうなんか。あ、静か。ね。しっとり。確かに。中もかっこいいじゃん。おしゃれですね、ここ。あ、ちょっとここら辺はブラウン。はい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 。入るんだね。で、ちょっとここにもね、ちょっとなんかシャンパンゴールドっぽい感じが、ね、入ってて。本当だ。ポイントポイントで。おしゃれ。高級感もあるね。うん。あー、ここもなんかスウェードっぽい感じになってますわ、これ。ほんとだ、はあ、やっぱポイントポイントの高級感すごいね。おー、あ、この A タイプついてる、ここ。あ、ほんと？これ。あ、そっちもいける？うん、C タイプもあるし。あ、優しい。うん、そうなんだ。うん、これは、あ、ここがそれも立てかけです。あら、ワイヤレスチャージ。あ、すげえ。はあ。これはサンルーフ開くんですか？これは開きます。あ、これは開くんですか、はい、へぇ、キルトとスライドも、はい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 。いや、ハンドルもいいわ、気持ちいい。あら、ジイチローのバームクーヘンしっとりしてるね。しっとりしてる、ほんとしっとりしてる。めちゃくちゃしっとりしてるすごいじゃん、本当に。しっとりしてるでしょ。トレしてるんですよ。確かに赤坂白タイのチーズケーキみたいな。いや、そうなんですよ。すごいです。やっぱこの、あ、ほら、表記なんだね、クラウン。今はこれがイケてるんだ。おお、あ、なるほど。ここはちょっとセダンタイプな感じに開くんだ。なるほど。うわ、広っ。広いね。めっちゃ広いやん。めっちゃ奥行きある。え、ここ抜けるんですか？ここ抜けますね。あ、そうなんだ。あ、だからお顔みたいな、ここ。あ、へえ、これなんで抜けるんですか？だからこう長も、長物を、長いものを入れる時だ。なんかあるじゃん、子供とさ、うん、竹馬、公園に竹馬乗りに行くときとかあるじゃん。そう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 。まあそういうときとか。そうかそうか。尾形さんは竹馬散歩っていう番組やってる。そうでしょ。やっぱそれ行くときに舞竹馬あそこにさせば、そうロケ現場行けるもんね。いや、だから本当にスキー板とか。ああ、なるほど。そういうのとかを。ああ、なるほどなるほど。ちょっとボードは厳しいだろうけどね。ボードは。うん。まあボードはでも普通に入るか。横に入る。斜めとかに入れれば。横に入る。うわー、欲しいよ。欲しい。本当にすごいよね。そのもうすでにさ、うん、めっちゃ持ってるじゃん。ガレージあれば、ガレージが空いてたら買ってる。あ、そう。買ってる、マジで。これでおいくらぐらい？車両本体で140万円。はいはい、はい、おー、なるほどなるほど。はい。いろいろつけると700万円くらい。はい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 。あれば何台でも行きたい。あれば何でも、ガレージがあるだけ。もう
食らうんじゃんお前が芸人界の、4つ揃えたいもんね新しいクラすごい ね, ねそんなにいないとね、そんなに儲かってんのかお前は。いやいやいや、ほんとびっくりしちゃう。でちょっと今日はこれでお借りして、はい、行こうじゃないかということでございます。ありがとうございます、はい、トヨタゴーゴー。久しぶりに2人でやった。あ、そうなんだ。恥ずかしいわなんか誰かいたからさ。そうそうそう、なんか紛れてたけど、ね、紛れさせたけど、ね、中和するやつが巻き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 。はい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 、はい、行きましょう。はい、行きましょう。あ、はい、軽い軽い、めっちゃええわ。もう何が、もうええわもう運転しやすい。さすがやっぱ日本人向けにやっぱ、やっぱそうなんだな、作られてます、合ってますね。これトヨタ、愛知が誇る。あ、そうだね。そうです、私は。そうかそうかそうか。トヨタっていうのね。そうですね。今日ははい、厚木、今日は厚木の方までちょっと行って、なるほど、はい、サクッと行ってサクッと、はいはいはい、帰っていこうかなと。ちょこれよ、これ。え、これボーリングシャツ。はい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 、ちょうだいよ。いや持ってきたよ、だ今日。あ、持ってきた。そうそうそう、後で。本当です。誰がいるの、誰が入るの、そのチーム。いや、まあ、入るというか、うん、まあ、上げてるっていう感じかな。その別に、なんか入ってくれますかみたいな、ボーリングちゃんとやりますかとかは正直あんまり。ああ、じゃあ所さんみたいなもんか。あ、上げるって感じね。所さんの、そう現場一緒になったらプレゼントみたいな。世田谷ベースのものあげるみたいな、はいはい、ボールペンとかなんかいろいろ。だからもう絶対やらない三田寛子さんとかも入ってる。何枚作ってるの？20。すげえ作ってるやん。そうなんだよ。これまたチャンネルできんだよ。ボーリングチャンネル。いやもう本当パンパンになるスケジュールが。その本当に YouTube でパンパンになってるって。でも、うん、やっぱな、クルモンセンチャンネルすごいなと思うよ。やっぱ言われるもん。うん、いやそうでしょ、うん、結構やっぱ言われるのよ。業界視聴率は高いのよ、やっぱ YouTube ってそういうもんなんだね。そうそうそう、やっぱ登録者500万人の人と今バチバチやってるから、あそこ倒さないといけないからさ。巻き込まないでくれよいやもう俺らのチャンネル、もう車温泉チャンネル、違う、チョコプラの抱き込んで、違う、チョコプラのチャンネルと、いややっぱやってるのは別にいいんだけど、俺は別に違うから、車温泉チャンネルで戦ってるわけじゃないから。わかんないぞ。まああれはさ、でもこれ偶然だったの。だから、うんうん、俺らの YouTube チャンネルのゴタゴタを、うん、そのベーキングで撮った、うん、もう次の日にたまたまああいう松本さんの提言出して、ね、こんな状況になると思わなかったの。なるほど。そう。でもさ、もう本当にさ、まあ、分かっちゃいるけどさ、うん、もう切り抜きがすごいね。ああ、そこね。マジで、もうマジで切り抜きよな、綺麗に。そのあのベーキングを見て、そうだから、まあ松本さんに言ってたからさ、はいはいはい、まあ、そこはもうちょっと踏まえて、うん、私はもう松本人志派です、うん、もうそこだけ切り取ってさ、うん、もう完全にこのゴタゴタに、うん、もう乗じたかのようにさ、やられてさ、まあ確かあのネットに打ってて、そうなるかな。おう、いや松本信者は信者じゃん、まあ、もちろんだって好きなんだからさ、はいはいはい、それはさ、それをだから信者とか言われたらさ、違うっていうかさ、難しい話題だよな、これ難しい話題よ、これほんまに。信吾さんも疲れ切ってたいやほんと大変そうやった。いやだから今回のこの件になってさ、その信吾さんにさ普通に電話したりさ、一緒に飯とか行ったりしたんだ。だから信吾さんからしたら、あ、いつものことかなの。まあそうね、うん、だから俺たちがその結構だから中まで入ってなかっただけで、今まで、うん、表面で触れてたからぼやけどしなかったけど、慎吾さんはその中に入ってたいつもぐつぐつの
な、一緒にやって油の中にそう一緒にいるできた人だからな、大変や、音階も火消しみたいな、どうだ、ゴーゴー、あれ見た、怪物まだ見てない、あ、ほんともう見た、見た、あ、いいな、面白かった、あ、そう、うん、いやなんかでも皆さん言うのは、うんうん、マジで何にも知らずに、いや、本当にそうみたいな話すんのよ、行った方がいい、ああそうそうそう、本当にもう何にも知らずに行った方がいいね、ああやっぱそうなんだ、もう何の前情報もいらないかもしれない、へえ、そう、まあ、でもやっぱ誰かと喋りたくなるような映画みたいな、どう、そううわ、なんか、うん、まあなんかいろんな解釈というか、うん、まあ2人の男の子の主人公がいて、はい、で最初なんか入れようとしてるいや、入れないで見た方がいいって言ったばっかりだよね。あ、ダメダメ。だこれ もまあいろんな見方ができるっていう、その角度によって見え方が違いますよっていう。この人から見たら、そう。こいつが悪いとか、例えばその、そうそうそう、怪物、わかんない。俺はもうまだ見てないから。そう、まさにそういう。今まさに本当にこうね、切り取りとかいっぱいこの多い現代で、うん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 、もう本当にもう見出しだけ見て、はい、もうコメントしてるやつらこそ見てほしい、なるほど、もうこの映画を本当に今の現代人に、うんうんうん、このいかに自分がこう表面しか見てないかと、そうだね、おちょっと前にさ、うん、大坂なおみさんがさ、うんうんうん、会見拒否みたいな、はい、あったじゃん、はいはいはい、あったね、であの時にすげえ非難されてた、うん、はいはいはい、でプロスポーツ選手っていうのはそういうことも含めて、うんうん、そうそう、プロだから、うん、そのかマスコミとかの対応しないっていうのはなんてことだみたいな、うん、でバーって叩かれてて、うん、その何日後かに、まあ、大坂なおみさん、まあ、要はちょっと心を病んで、うん、まあ、うつ病みたいなものを持ってたっていうのは出た瞬間に、うん、あ、それはしょうがないよねって、それの事実だけでガラッと変わるわけじゃん、要はね、そう、それを患ってるっていうのはもうずっとそうであるはずなのに、うん、知ってるか知らないかだけで言えばそれはもちろんぐるんって変わる、それぐらいのもんだもんね、結局ね、もう全然違うから、だからその怪物も一人の子がいじっやめてほしいなぁ、今の夢が、はい、ラビットの MC とんでもないこと言ってる、おもろ、とんでもないこと言ってる、車温泉チャンネル、メルセデスベンツ EQ ゴーゴー、美味しそう、唐揚げ、うわ、うわ、この好きね、みんな大好き、うわー、うまそ う, やーば、うまそう、え、なにここ、最高じゃん、すごっ、え、これ何、1個丸ごと貸し切りなので、え、1個